アナグラです。ワクチン接種について、まあ自分はですね、今の時点では受けないですね。まあこれからね、変異なりしてよっぽどのことが起きればね、受けるかもしれないです。ですけど今の時点ではね、受けませんね。で、極端なね、いろんな意見があって、自分はね、真ん中ぐらいですかね。こっちの意見がある人はこっちの意見を受け入れないとか、そういうね、狭い視野では見てないです。はっきり言ってわかんないですよ。まあですけどね、まあ皇室の方でも受けてたりね、そんなにやばいもんじゃないんじゃないかとは思ってますが、受けないっていう結論ですね。で、家族はですね、うちのやつはね、職業柄ね、もうとっくに受けてますね、2回とも。で、副反応ですが、で翌日にね、軽い頭痛があったみたいですね。年代はね、40代ですね。で、子供に関してはね、もう社会人ですけど、リスクと天秤にかけたらね、今の現時点では受けないんじゃないかと思ってます。そっちの方にね、進めてますね。で、本当うちのやつはね、職業柄ね、ちょっとリスクがあるんで、本人がね、受けたいっていう強い意志がありましたね。本当リスクあるんですよ。ほんでね、周りの仕事場の人もね、軽い頭痛があった程度で副反応が終わってるみたいですね。で、特に頭痛があった日は休むように言われたのかな。そういうのがね、ちらほら何人かにある程度って感じですよね。えらい熱が出てバタバタしたっていうケースはないみたいですね。まあ個人的なこと言うとね、インフルエンザワクチンでさえ自分は打ったことないですね。ほとんどガキの頃ぐらいですかね。で、何年か前にね、風疹の予防接種、昭和何年生まれから何年生まれまでっていう人をね、対象に通知が来てると思うんですけどね、それも受けてないですね。まあ一つはね、風疹ワクチンもそうですけど、まあ体調が不安定じゃないですか。まあ、それにはね、接種してもそんな大きく関わらないと思うんですが、もしね、副反応がちらほら出た場合、今のね、不安定なね、体プラスね、そういう余計なね、体調不良みたいなものをね、受けたくないっていうのが一つ大きくありますね、自分の場合は。まあ、健常時だったら風疹のね、ワクチンは受けてたと思いますよ。なんかね、えらい流行ってるらしいですからね。だから持病を抱えてるっていうのが一つ大きいですよね。これで例えば、今回のね、流行りの病気のね、ワクチンもそうですけど、外でね、働いてたら、また考え方違ったと思いますよ。ですからね、そういう絶対に嫌だという人とかね、あまり人と接する機会の少ない人とかね、そういう人がね、結構大きな声上げてるかもしれないし、いやね、満員電車乗って人の多い仕事でも接するわけですから、そういうのを考えるとね、実際にバリバリ働いてる人の立場からするとね、まあ年齢とかね、それによって違うかもしれないですけどね、リスキーはリスキーだと思いますよ。まあ接種するとね、重症度がね、低くなるっていうのは、まあ、確かにあるんじゃないですかね。数字がね、物語ってるし、ちょっと深く考えても、じゃあその数字っていうのは翌日当日の数字しか出てないとかいう話とか普通にありますけど、それであってもね、海外の数字を見てもね、接種してればね、重症化がね、低くなってることは間違いないんじゃないですかね。ただね、長い目で見て、どうなるか分かんないじゃないですか。その辺がね、難しいところで。でも自分はね、前から見てる人だと分かると思うんですけど、もう初期からね、楽観的な考えの持ち主ですよ。今でもね、まあこういう生活してるし、人と接する機会が圧倒的に少ないんでね、そういう立場から言いますとね、まあ社会で騒いでるほど深刻には考えてないですね。でもね、これから変異して、今はだいたい飛沫感染とか言われてますけど、これがね、強い空気感染とかになった時はね、それはちょっと大変ですよね。社会がもう慌ただしいものなんじゃないですか。まあね、それで風邪ひいてる人はたくさんいて、それもコロナじゃないですか。ですけどね、それも含めてこのウイルスっていうのはね、変異してきますからね、その辺は絶対大丈夫だっていうことは断定できないんじゃないですか。それは楽観的な考えで自分は最初から言いましたけど、その時から話してますけど、変異したら話は別だってことで。だから簡単に都市伝説とかいろいろ何でもないやっていうことは言えないと思いますよ。世界中がバタバタしてるわけですからね。それを都市伝説はどうのこうのとか、ちょっとネットに
侵されすぎだと思いますよね。ですから自分のね感じとしては、普通の風邪、コロナウイルス、それにね少し輪をかけてリスクのあるウイルスだと思ってますよ。本当ね、いろんな人のそういう話を素人も含めて見聞きしてますとね、じゃあテレビの言うことはダメだとか、ネットの言うことは正しいとか、でも自分の都合に合わせてネットのこういう情報だけは正しいとか、そういうね偏ったものにどんどん自分で狭めてるんですね。そういう極端にね安心だったり、逆に怖がったり、その極端にね考えてしまう傾向の人ってね、テレビはいい加減なこと言ってるからね遮断するとか、そんなことはなくて、ネットも間違いだらけで、テレビも間違ってことあって、そういうことだと思うんですよ、何でも。だからそのバランスがえらい悪いなと思いますよね。いろんな情報から仕入れて自分で加味してね判断すればいいわけで、じゃあ割合から言えば、テレビももちろんね間違ったことたくさんありますけど、その割合から言えばね、ネットの方がねたくさん間違ったことあるわけで、少なからずねそういうのに影響されちゃう人もいるわけでね、今後ねネット社会っていうのはどこまでねその人々のね比重を置くか分かんないですけど、まあ思ってるよりねネットは利用するけどね、こういう YouTube も含めてね、だんだん人間は飽きてきますから。ブログの時だってそうじゃないですか、なんだってそうだし、だからねネットの情報、ネットの情報っていうことには今後もねそんなにならないと思いますけどね、まあ大きいとは思いますよ。なぜこういうことを言うかっていうとね、えらいもうそちらにねもう頭の中がね入り込んでる人がいるわけですね。その人ずっと見ててね、やばいだろうと、そういう人いるじゃないですか、普通に冷静に見て。自分の反対意見はもう頭がおかしいんじゃないかぐらいのね、そのぐらいまでいっちゃうんですよね。みんな世の中の人は騙されてるみたいなね。俺からしてみたら、じゃあその人はいやいや、あなたちょっともう落ち着いて冷静に見てくださいよって感じで思ったりしますけど、とにかくねこんなになっちゃうんですよ。まあ何でもそうですよね、バランスが悪いとねこんなになっちゃってる人見るとやばいと思いますよね。まあそんなことでね、今日は体調はねちょっと軽い頭痛がするんですよ。まあそれでもねぼちぼち過ごせました。ありがとうございました。アナグラでした。